すいません。はい、じゃあはじめまして、私はジュニです。と26歳です。趣味はフィギュアスケートすることと日本語を勉強することです。日本語を勉強するのが大好きです。のでも私の日本語がとても悪いです。すみませんです。すみませんですね。それはそうの言うすみませんですない、ノーです今日本に住んでいます。どんな県を行ったくないです。じゃあ日本だけ住んでいます私は ALT のとしてと日本に勤めています。何他に アメリカから来ました。大学生の頃は私は日本語を学びました。実は私の専攻は日本語でした。今こう日本語私は5年ぐらいそうですね5年ぐらい勉強しますしていますします。分からない、みんな教えてください、日本語を教えてくださいお願いします。じゃあ、大学生の時大学は、話すことあんまり教えませんでした。理由は実は分かりません。日本語の専攻はあの大学で読むことと書くことと あんまり聞くことだけ勉強します。教えました。ですからそれから私は日本語を話しにくいです。分かるの方が聞くの方が分かります。簡単です。話しにくいです。日本語は英語とても違いますから、なんていう正しい言葉ちょっと分かりません、すみません。英語で名詞次動詞次名詞とか、例えば私食べるリンゴ英語で、日本語
とっても違う。動詞は最後です。そう、名詞名詞動詞 正しいロボット、正しい言葉、すみません、わかりません、何と言いません、何と言う 教えてください。例えば私はリンゴを食べる。そう、最後の名詞はつい簡単です 簡単に考えます。私は同じ私 I eat apples。 例えば私はリンゴを食べます。そう、文法とても難しい。一番難しいはちょっとこれ、漢字一番難しいと思います。毎日勉強します 毎日勉強します。でも漢字は、本を簡単になると思っています。そう、それだけ。どうもありがとうございます。私の発音はどうですと思いますか？私の文法、私は日本語の文法とても違います。わかります。ます。でも、日本語を教えてください。じゃあ、英語で すみません。Okay, I know that my Japanese was absolutely horrible. So, please tell me what I did wrong and what I can fix. But if you do tell me, please start with a compliment or something, because I can't just take a whole bunch of bad stuff. I'm sorry. I'm not a good person. I'm not a strong person like that. So please tell me at least one good thing, and then go ahead and tell me everything I did wrong. Anyway, じゃあ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあね。